皆さんこんにちは。このチャンネルはエプソンでプロジェクターを専門的に扱っている社員がプロジェクターに関するさまざまな情報を発信していくチャンネルです。よろしくお願いします。プロジェクターは一般的に壁や専用のスクリーンに投射することが多いですが、天井投射も可能です。天井投射は小スペースで寝ながらでも大画面で映像が見られるといったメリットがあります。お部屋に広い壁がない、寝室で寝ながらリラックスして映画鑑賞をしたい、そんな方には天井投射が特におすすめです。他にも子どもの寝かしつけに使用されているケースもあります。今回はそんな天井投射についてお話しします。まず天井投射に使用する機材についてです。天井投射する際はプロジェクターを三脚などに固定して角度調整をするケースが多いかと思います。プロジェクター本体が大きいと重さで転倒するリスクがあるため、プロジェクター本体はなるべく小型の製品を選ぶと良いでしょう。エプソンには三脚などを使わずに本体だけで天井投射できる EF12 という製品があります。気になる方はぜひチェックしてみてください。次にやり方についてです。ここでは EF12 を使用した方法をご紹介します。ベッドサイドに本体のレンズを上に向けた状態で置きます。 EF12 はほぼ立方体ですので、床やテーブルに上向きで置くだけで投射する天井に対して平行になりますので、設置は置くだけで済みます。電源を入れるとピントや映像の歪みが自動的に調整されます。あとは好きな映像を再生するだけで寝ながら大画面、大迫力の映像が楽しめます。 EF12 ではこんなに手軽に天井投射を楽しむことができます。今回は天井投射についてお話ししました。天井投射には三脚が必要な製品もあれば、本体を上向きに置くだけでできる製品もありますので、ご自分の使用環境や予算に合わせて選んでみてください。今後もエプソンの製品情報やプロジェクターに関するさまざまな情報を発信していきますので、このチャンネルを参考に素敵なプロジェクターライフをお過ごしください。